吉田雅宏は、日本の朝鮮市や、郷土市や、朝鮮総督府管理。同前家への三男として、鹿児島県北伊佐郡和月村に生まれる。5歳の時、吉田家の養子となる。鹿児島県立鹿野屋の学校卒業。朝鮮総督府の記録では、大正10年、軽機道官業技師が所見。36歳の時、吉田浅子と見合い結婚する。 朝鮮農地令霊制定の最重要人物とされ、朝鮮総督府高等官として、朝鮮の古作観光時代と観光などの著作がある。自らライフワークを、朝鮮の農村及び農村生活の実証的、研究であると記していたという。終戦後、妻氏と共に、鹿児島県を大口町に引き上げ、鹿児島県庁に勤務する。郷土市。 農民史を研究しつつ、鹿児島県史や鹿児島県議会史などの編纂に携わり、地元の経済大学や短期大学の講師を兼ねた。妻の長子は明治40年8月3日、朝鮮の刑場を生まれ、父は朝鮮の陸軍病院に勤務していた軍人であった。一人っ子として何、不自由なく育ち、旧正高等女学校を卒業後、単身日本へ渡り、 同志社大学に入学した。三年後、朝鮮の母校で英語の教師を一年間務めた。正宏と結婚、同地で一難二女を設ける。終戦に伴い帰国した翌年に生まれた次男が、後にシンガーソングライターとなる、吉田拓郎である。調子は創立されたばかりのラサール高校の社官を、務め、仕事の傍ら、同校の図書館で独学し、栄養士の資格を得て、 広島県立盲学校の栄養士を10年務める。53歳で定年後、広島の自宅で師範として作藤、花道の教室を営む。キーボードプレイヤーのモンゴル松尾は、正宏、調子の次女の息子である。ありがとうございます。